はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は生ビールですね。有機農法ビールというのが、これいくらだったっけ？結構高い。300円ぐらいした気がする。多分。250円ぐらいだったかな。有機栽培された原料のみで醸造されたビールは、飲む人の体にも環境にも優しいビールです。有機農法ビール三つ星獲得。有機栽培された、大麦 100%。ちょっとシールで見えないね。ちょっとこれ、はげろよ。これちょっとはげろよ。これ珍しいっすね。これどこ？ああ。有機栽培された大麦 100%。有機栽培されたホップ 100%。だって。有機農産物加工種類ビール。だって。これどこだ？商品名が有機農法ビールで、原材料が有機麦芽と有機ホップ。アルコール度数 5%。製造者が日本ビール醸造株式会社、NB1E、静岡県の会社ですね。で、販売者が日本ビール株式会社。だって。あんまり聞かないですね。日本ビール株式会社。聞いたことない。今日はですね、つまみに、こちら。人生初の、これなんだっけ？あん肝ですね。399円でスーパーで売ってました。これでこのあん肝を食べたいと思います。人生初あん肝いただきます。なんかね、ポン酢がね、添付されてたんで、それでいただきます。しかも中国産だし。まあいいや。まあ、ね、あんまり食ったことないっていうか、うん。人生初なんで。まあ、この際何でもいいわ。この際何でもいいわ。人生初。あん肝、中国産。うん。なんか、なんだろう。何の味だ、これ。レバーじゃないな。レバーではないな。あん肝ってことは、肝ってことはこれ何？心臓？あれか？心臓じゃなくて、レバー。レバー。でもレバーっぽくはないですね。なんか普通に、なんか、うん。なんだろう。難しいですね。なんか、わからない。これも普通のビールだな、なんか。全然別に味が、なんか特別違うかって言われると全然普通だった。普通の、なんか至って普通の生ビール。これ250円ぐらいするんだぜ。なんかね、スーパーに売ってたんですよ。そりゃそうだよな。だってお前有機栽培された野菜と有機栽培されてない野菜で、ね、味比べてどっちか当てられるかって言ったら、多分わかんないです。間違いなく。そう、関係ないけど、最近、ハマってるラーメン屋がありまして、それがですね、車屋ラーメンというラーメン屋さんですね。結構見たことがあるんではないか。なんか老舗ですね。うん。実はかなりの老舗。車屋ラーメン。ググります。こちらですね、なんと、創業が昭和43年。ですね。店舗数が、174店舗あります。で、従業員数が正社員94人、パートが524人。で、今日も行ってきたんですけど、車屋ラーメンの店舗っていうのが2店舗、2種類あるんだよね。いわゆる、しょぼい店舗と、種類が多い店舗っていう2種類あるんですよ。そのラーメンの種類が。で、俺の近くにも車屋ラーメンあって、そこはなんかしょぼい店舗だったんですよ。しょぼい種類しか売ってなくて、まあそれでも十分うまいんですけど、まあいわゆる種類があまり、まあ、結局、売れ筋商品しか売ってないっていう。で、マイナー商品が売ってるところを今日行ってきました。それで、車屋台湾ラーメンっていうのね、を食べてきました。美味しかったです。車屋台湾ラーメン。車屋台湾ラーメン。車屋の隠れ名物、大辛ラーメン。割と辛かった。味噌、醤油、カレーのバリエーションの中に、それぞれあります。この車屋台湾ラーメンは、大辛ラーメンたちを向こうに回しても決して引けを取らない横綱級の激辛ラーメンです。あ、これ激辛だったんだ。確かにそこそこ辛いなと思ったけど、全部スープまで全部飲みましたけどね。俺の流儀としては、ラーメン屋の、ラーメンは、汁まで残さず全部食ってる。全部飲む。このね、車屋ラーメンはね、本当にね、美味しいんですよ。うん、まあ、主に味噌味が美味しいんですが、味噌味ですね。美味しい。ちょっと風味がね、エスニックなんだよね。ちょっと癖があるんですよ。ニンニクも入ってるんですけど、ニンニクだけじゃなくて、なんか風味が、ちょっと普通のラーメン屋とちょっと違うんですよね。ちょっと変なんですよ、いわゆる。うん、で、俺の、弟と、母親は、この車屋ラーメンが大嫌いだって言ってました。うん。俺と兄貴は大好きなんだけどね。うん。なんであんなとこ行くのまずいわって言ってた。俺ラーメン屋でまずいラーメン屋って、今まで出会ったことないですね。うん。まあ、ないですね。ラーメンって結構俺が味覚、あれなのかもしれないけど、まずいラーメン屋にはあったことないですね。基本的に。全部美味しいですね。まあでも結構癖があるんですよ。これはちょっと、食べたら病みつきになるレベルの癖があってね。まあ、値段が630円。味噌ラーメンがね。一番安い味噌ラーメンが630円。ですね。一番高いやつだと、1230円。ネギデラックスラーメン。これ食いたいけど、こんな高いの頼みたくねえな。まあ、味噌ラーメン十分ですよ。味噌ラーメンと、だいたい俺は餃子5個入りが200円ぐらいで。で、あと、ライスが、俺の近くの店だと、ライスがおかわり無料なんですよ。だから、3倍ぐらいおかわりして食うんだけど、そのライスが、半ライスだからちっちゃいのよね。こんぐらいのちっちゃさだから、もっとでかく、くれよって。もっとでっかくくれよって。その5倍ぐらいくれよって思う。普通に。だってさ、おかわり無料なんだよ。おかわりし放題なのに、ちょびっとずつしか来ないから、なんか何回も頼むのはあれじゃん。あれ絶対戦略だよね。何回も頼むのもあれだしな、ってことであんまり頼まないけど、もっとくれよ。うん。まあでもこの車屋ラーメンほんと美味しいっすよ。うん。で、今日はね、ちょっと、豪勢に。今日車屋ラーメンでね、なんとね、ビール頼んじゃった。ジョッキ。あれすげえ謎なんだけど、メニューで、まあドリンクって大体あるんだけど、生ビールと瓶ビールが、同じ値段なのに、量が全然違うんですよね。倍ぐらい違うんですよ、結局。倍ぐらいっていうか、ジョッキ、生ビールはジョッキ1杯なのに、瓶ビールは瓶1本くるじゃん。この瓶が何なのか、大瓶なのか何なのかわからんけど。あれどうなんですかね？大瓶じゃないのかな？瓶ビールって。瓶ビールってこれ大瓶なのかな？大瓶じゃないのか？もしかして中瓶とかなのかな？あ、中身はすべて一緒だって、やっぱり。だったら絶対瓶ビール頼んだ方が安いですよ。うん、だから俺も、瓶ビール頼めばよかったと思いました。いや、なんとなく分かってたんだけど、あえて生ビール頼んだんですよ。その方がうまいのかなと思ったから。結局、瓶ビールって、多分、だけど、一番搾りが出てきたんだよね。味的に考えてね。多分これ一番搾りだろうなーって思ったんだけど。うん。多分何も変わんないよね。まあでも、ラーメン食ってる時にビール飲むのは、しかも餃子ね。餃子よ。餃子で食べる。飲む。ビールはいいね。うん、で、あとね、いろいろメンマ盛り合わせとかもあるし。いいな。メンマ盛り合わせとかいいな。うん。あ、でも、ラーメン屋行ってラーメン食わずにさ、メンマ盛り合わせとビールだけ飲むっていうさ、人いる？いないよね。でも餃子美味しいんだよ、餃子はね。餃子ほんと美味しくて。とにかくこの車屋ラーメン餃子がすげえうめえんだよ。まあ店によりきりなんだけどね。今日行った店は大してうまくなかったんだけど、俺がいつも行ってる店は、いわゆるしょぼい店なんだけど、すげえ人は来るんだよね。うん。人は結構来るんだわ。昼時はね。でもすげえね、餃子がね、すっげえうまいのよ。ニンニクがね、たっぷり入っててね、すっげえ癖がね、ニンニクの香りがもうブンブンする餃子なんですよ。超ニンニク餃子みたいな感じ。ニンニク餃子みたいな感じ。肉餃子とかじゃない。野菜餃子とかじゃない。ニンニク餃子みたいな味するんですよ。それが俺、ニンニク大好き人間のユッキーさんはね、大好きで。うめえと思って。食べるんですよ。本当に美味しいです。まあ、車屋ラーメンはね、割と近くにある人も結構いると思う。俺、ほんと最近、この前はずっと食ってなかったからね。10年間、15年間ぐらい車屋ラーメンって行ったことなくて、ガキの頃しか行ったことなくてさ。で、未だにあるからね、昭和60、何年だっけ？未だにあるからね、昭和43年だから、昭和43年って何年？ 1968 年だから約50年ぐらい。約50年ですね。車屋ラーメンができて大体50年ぐらいですね。今年でね。50年か50何年ですか、うん。すごいですね。本当にこれ美味しいんだわ。うん。マジで。今度行ってみ？俺好きなんだよ、これ。ほんとね、まあ、ただね、一つ言うと、まあ、いわゆる老舗なんだけど、一つ問題があって、やっぱり若干量が少ない。で、うん。若干量が少ないよね。まあ、若干量が少ないっていうこともないんだけど、普通のラーメンって大体量少ないじゃん。で、俺がよく食うのは大体二郎系のラーメンなんですけど、二郎系のラーメンって結構お腹いっぱいになるでしょ。だからいいんだけど、まあ。で、あと、ほら、ニンニクもたっぷり入れられるでしょ。だから好きなんですけど。まあ、確かに、うん、まあ、いろいろあるよね。でも、二郎系ラーメンって、ほら、ゆっくり食ってらんないんですよね。二郎系って。店も小さいしね。うん。そういう意味で、ゆっくりこう、まったりできる店内スペースっていうのが、二郎系はないんで、ほんとカウンター席だけとかだからね。二郎系はね。だからやっぱり、うん。あれっすよね。まあでもこのゲームじゃない、この車屋ラーメンはやっぱ味噌ラーメンが一番うまいっすね。うん。味噌が一番うまい。うん。また明日も行ってこようかな。最近よく行くんだわ。うん、でも本当にこの車屋ラーメンは本当に美味しいっすね。うん、結構幅広くありますね。関西にはないですね。関東の方にいっぱいありますけど。きは美味しい。で、値段もお手頃だしね。味噌ラーメン630円。うん、カレーラーメンなんてのもある。カレーラーメンなんてのもある。カレーラーメン。いわゆるカレーうどんみたいな、あれなんだよ。食ったことないけど。で、結構人気あるのが味噌の、バターラーメンってやつ。味噌バターラーメンってやつね。とか、ネギ味噌ラーメンとかね。ああ、このネギ味噌がすげえあれなんですよね。臭くて好きなんですよ。ネギで臭くて、さらにニンニクも入ってるから臭い。臭臭臭みたいな。そんな感じ。うん。味噌納豆ラーメンなんていうの、納豆が入ってるやつもあるわ。すげえな。どれが人気なんですかね。やっぱ、まあでもそんなに食ったことない。まあ、うまいはうまいんだけどね、本当に味噌ラーメンはね、本当に美味しいですよ。ちょっとね、臭いんですよ。いわゆる。いわゆる、車屋ラーメンは若干臭みがあるっていうかな。独特の風味があるんで、それは食べてみないとわかんないし、食べた後もどんな味だったっけっていうのがちょっとわかりづらい。思い出しづらい。食べると、ああ、この味ってわかるんだけど、食べないで表現しようとすると、いや、わからんってなる。うん、ですよね。まあ、美味しいですよ。しかも、驚きの、あれですからね。驚きなのかわからんけど。なんと深夜2時までやってるっていうね。大体の店舗で、大体ほら、午前中の11時ぐらいから開店して、深夜の2時までやってるって。何時間営業してんだよ。すげえ営業時間でね。普通さ、ラーメン屋ってさ、だいたい午前、昼間とさ、夜に分けるじゃん。だいたい。昼間は、午前中11時から、午後は3時ぐらいまでとか。で、あと、夜は6時から9時までとかさ。そんぐらいよ。もうあれなんですよね。車屋ラーメンって結局家族連れが結構多いんで、ファミリー層が多いんですよね。だからそれに向けにこう、ほぼね、12時間、13、14、15時間ぐらいね、営業してるって。15時間の間営業してるってすごいやん。どんだけだよ。だから大体いつ行ってもやってるって。しかも年中無休だったりするからね。うん、すごいですね。これでいいや。はい。3332です。ご視聴ありがとうございました。